逆にリーダー派知事しかできない、もう方針を決めてぶつかる、国との対決案件ですけど、これをやると決めれば、あの石原さんがやったような形で一部でも入ってくる、これができるんですね。ずっと何も動かなければ変わりません。ただそうやって一つ変えていくには、このように具体的な方策を持って変わるんですよというふうに提示すれば、その優秀な16万人いる官僚のは動くわけです。じゃあやろうか、議会も動くわけです。議会全体で、まあ、150人のうちの大体50人ぐらいですね、多摩の選出の議員は。でも3分の1もやっぱりそれは自分たちの選挙区ですから、党派なんて関係ないです。それやりますよとなれば動く。自治体ってそういうものなんですよ。とかく日本のメディアは国の議員内閣制に基づいた政党政治ばっかり意識して、やれ政党がどうだ、やれ自民党がどうだ、やれ共産党がどうだ、やれ公明党がどうだ、やれ民主党がどうだと、そんな党の党理党略の論理ばっかりで選挙を見ます。でもそれは国政はいいんですけど、今回やってるのは東京都知事選なんですね。東京は政党のそうした論理では関係ないんです。またテレビが主要3候補と言って、勝手に候補を決めてますけど、ただ主要3候補、鳥越さん、ジャーナリストの大先輩、さっきあそこにいたんで間に合うかなと思ったんだけど会いませんでした、小池さん、主要3候補、大臣、環境大臣、それから何、防衛大臣、あと総務大臣、総務会長もやってますね、自民党の。衆議院当選8回、参議院1回、圧倒的なもう実力者、なんで宣伝してたの小池さん、主要ですよ、主要。あと、誰ですか、私違いますね、なんかよく東京都を裏切った人が、主要です。でも別にみんな同じ政策に関しては、私多分21候補の中で一番詳しいと思います。何しろ17年間も東京やってるんですから。でもいいです、とにかく政策論争をする、そして私は今主要4候補の主要3候補の中のずっと4番目です。どの世論調査も NHK から何から始まって、ネットもネットは1位になってるんですけど、僕は全部4位なんですよ、ダントツで。あと5位はもうずっと下がってます、5位は下がってます。なんで私をテレビに出さないか、それは今みたいなことって、あのテレビのキャスターもコメンテーターも記者も誰も知らないんです。都庁記者クラブ行っても記者会見しても質問一個も出ませんでしたよ。どうしてかというと、彼らが学生の時とか中学生の時に僕の石原慎太郎5人の参謀の本を読んで東京都の勉強をして来てるもんだから、勝ち目ないと分かってるんです。だから黙ってる。そうするとどうなるか、テレビ局とか新聞社で最も詳しい都庁版の記者が知らないってことは、あのコメンテーターの立派な方々たちはもっと知らないんです。そうすると私がそこに出るとどうなるか、全部やっちゃうわけですね。またやっちゃうわけです。そして相手のメンツに恥をかかせるんで、上杉を出すな、上杉隆を出すな、こういうことがテレビ業界のみならずマスコミ全体でお触れが出たんです。その証拠に明日ニコニコ動画とかね、栽培店の藤田君とかヤフーとかで、合同討論会ってなります、公開討論会。まあ、ちょっとニコバレでやるんで場所に制限があるんで6人ぐらいが限界なんです。呼ばれたあの6人、1番、小池さん、増田さん、鳥越さん、中川、これ市長ですね、他の、大阪のね、葛西市長、中川正蔵さん、山口敏夫さん、いない、山口敏夫さん、諸大臣、そして、私は4位なんですよ、上杉隆、ずっと4位なんで、上杉隆も呼ばれるはずだったのが、なんと、今喋った中の2人の陣営から別々に、上杉が出るんだったら、うちは出さない。これ本当ですよ、これ。上杉が出るんだったらその公開討論会に出ない、ずっとこうやって押されてるんです。テレビ局にも上杉が出るんだったら出さない、ある候補は3200億円という地方法人特別税のことを突っ込まれる。もともと私が最初にこれを追求しだしたんです。元祖なんです、石原慎太郎さんの時に。こんな馬鹿げた法律があるかと、東京を裏切ってると、これを突っ込まれると、突っ込まれたら
逃げ場がない、あいつが出るんだったら牛は出さない、あいつが出ないんだったら出ると、名前言いません、そんな方は。それを政党がこんな一人のか弱い、か弱いですよ、若いですね、一人だけ40代ですけど、若い候補者をいじめてるんですよ皆さん、かわいそうだと思いませんか。あんまり思ってるんですよ、本当に結構かわいそうなんですよ。もう一つの陣営、同じジャーナリストで、分かっちゃうんですよ、分かんない、全然同じジャーナリスト、同じジャーナリストだけど若いし、あともう好きなことバンバン言うし、でもその人はなるべく、ね、尊敬するジャーナリストなんですよ、あんまり言わない方なんです。でそうするとどうなるかというと、陣営の方からあいつが出ると同じジャーナリストというカテゴリーの中でやられてしまうと。しかもその方は尊敬する先輩で、国の取材とかたくさんされてますけど、社会部的な東京都の取材一回もしたことないんですよ。だからこうやってもう財源のありかから含めてバーッと喋ってしまうと負けてしまうと、論争に、政策論争に負けるということで、その方の陣営からその共同企画のネットの方に、上杉が出るんだったらうちは出さない、上杉が出るんだったらうちは出さない、たまたま手がこうなってるんですけど、上杉が出るんだったら多分大丈夫ですか、うちは出さない、この2つ、なんでこう言ってるかというと、全部確認しました、これ裏取りって言って出した陣営の方にも私の友達いっぱいいます。何しろ自民党の方、自民党って言っちゃった、の方はもともと鳩山邦夫の人、秘書やってたんです。鳩山邦夫さんのおじいちゃんが自民党を作った人です。いないわけがない。これカメラが回ってるから言いませんけど、スタッフも、そう、もう入ってます。続いてごまかしていきます。喋っちゃった。民進党、もともと結党の時から一緒にやってる民進党は、みんな今民進党の国会議員、東京都連全員友達ですよ、本当に。さっきそこにいた菅さんも、5月にやった私が名誉回復する会というメルトダウンを5年前に言い続けて、そしてデマ野郎嘘つきと言われてテレビから放出された時に、菅直人総理がわざわざ来てくれて憲政記念館で挨拶してくれたんです。菅さんも知ってます、鳥越さんもちろん知ってる、東京都連のここだと選挙区だと奈良島昭久さんも知ってる、みんな友達なんです。そういう人たちから、いやちょっとあのウェスギを使うとこういうどういうことなのか今みたいなこと言っちゃうわけですよ、テレビで。楽しいですよね、だって東京の問題点分かるんだから、しかも解決方法までみんなで共有できるんですよ。これこそ政策論争にもかかわらず、ウェスギだけは使うなということになったんです。何の話してるよく分からなくなっちゃったけど、いずれにしろ政策っていうのは東京都の問題点っていうのはもうみんな分かってるんです。あとはそれをどうやって解決するか、具体的な方法論を持ってどうやって解決するか、もう一つは期限を切って、それを財源をどこの財源を担保にしてそれを手当てするか、つまり財源のありかを示すか、これだけなんです。全ての21候補でほとんどの政策全部をその3つのことをやってるのは私だけです。これは自慢しますけど、自慢です。でも自慢してもしょうがない、それを何とかして私が当選しなくても、この政策がせめて政策論議の訴状に上がり、テレビを見ている視聴者の方、都民の方に、あ、なんかこうやるんだということでできればいいと思って、先週はずっとこの政策とか他のを持ってテレビ局も回りました、電話とかで、新聞社も、もういいよ、自分の上杉隆は使わなくていいと、どっちみちメディア改革をしようと思って嫌われてるんだから、だけどお願いがあるから、じゃあこの政策だけでも出してやってくれると、名前変えて消えていいから、そしてこれをもとにみんなで話してくれると、でこれしかないんですから、それで政策論争を都民に選ばせてくださいよと。私の方は、放末候補は A でもいいし、何でもいいからそれで使えばいいからと言ったんですけど、 NHK 以外は全部無視です。 NHK 以外は、 NHK さんだけはやっぱりね、フェアにやってくれたんですよ。私は NHK の批判は文藝春秋で結構十何年前にキャンペーン張ったそのトップでずっと海老沢克司さんという会長を批判して、海老ジョイルというあだ名をつけて、批判した張本人です。でも NHK は今回はフェアにやろうということで、世論調査の順番通り
6人、私も入って、私4番目ですけど、ちゃんと報じてくれてます。でも、他の民放やネット、情報番組、全部1、2、3、5、6の候補を扱うんだけど、4だけ抜くんですよ。なぜ4だけ抜くんだ。縁起が悪いからだ。そうかもしれない、今急に思ったんです。縁起が悪い。でも、私が働いたアメリカのニューヨークタイムズでは、4は別に死とか言わないから、縁起が悪くありません。全く何のことを言ってるかよくわかりませんが、とにかく、それおかしいということを皆さんぜひ気づいたら、口コミでもいいんで、ちょっと上杉4位だってよ。僕はすごい消極的だな。あとは上杉、ニコ生出れないってよとか、上杉、テレビにいじめられてるんですよと。でもこれ本当にいじめですよね。いじめ。いじめの構造ってこういうことなんだなと、メディアの。だって同じ政策持って、そして同じ供託金300万も払うんですよ。300万払っちゃったから、これ、ほら、こんな、これしかない。みんなお金、電車で来るけど、あんなの2000万もするやつを買えるわけない。だから、こうやって来て、マイクもこれも、ある修理人に借りて、自分は、鳥越応援してるから、絶対名前言うなよって言われて、借りて、おもろいです。で、これも高田馬場で、最初の初日の雨の中、こうやって喋ってたら見えないから、近所の酒屋さんがこれ持ってきてくれて、17日間使ったら返すよって言われたんです。で、あれだってほら、上りやっとおとといできたんですけど、それまで上り買うお金がなかったから、ドンキホーテ行ったら、最初、あれですよ、いらっしゃいませって言うと、本当に。いらっしゃいませと、イベントっていう上り買って続けてたんですよ。何やってるかよくわかんない。ちょっとね、少しお金があったんで、もらったんで、これを、作りました。でも、こんな選挙です。でも、こんな選挙なんですけど、でも東京への思いと、そして政策に関しては誰も負けてないです。ぜひ、上杉隆出てるってよでもいいですし、口コミでも電話でも、ネットでもいいんですけど、入れてくれなんていらないです。もう出てる、政策見てやってくれよ。そして私以外の他の、21候補も、ね、みんな頑張って出てるんですから、いい政策打つ人もいます。山川さんなんかはもう、すごい。松田政経塾に来て、野田総理の同期、市長経験者、地元旦那さんと大阪市長でぶつかってるんで、もう政策マン、なんで人の候補の演説してたの、すごい。でね、他に桜井さんもね、ちょっと過激なこと言うけど、まあ過激です。あんまり私は質問合わないけど、でもちゃんと出てる。あと、ほら、こんなちっちゃくなっちゃってる。立花隆さん、NHK の、問題を追及してる方って出てるんですよ、ちゃんと。みんな見て、それで東京のことを考えてる人をやればいいと。それでいいじゃないですか。ということで、喉が痛いのに喋ってしまいました、いっぱい。この都知事選では、もう二度と失敗はした方がいいと思うんです。前回、前々回の知事で失敗してるわけです。皆さん、今回だけは、そういうような政策を見て、ご自身で自分の都の、自治体のリーダーを決めてください。21人いる。ホームページにみんな載せてます。1人3分だけ見ても63分です。それ見て決めてあげてください。それから、その東京というのは、今主要3候補でテレビやってますけど、それは単純に政党の推薦がある人だけです。つまり大きい力を働いた人だけ。あるいはテレビ局で知名度があるという人。知名度があっても、テレビ局に歯向かった人間は出れません。1人だけいるんですけど。知名度があってテレビに従順でテレビの言うことを聞く人か、もしくは政党の推薦。でもこれおかしいですよね。東京はそうした政党のものでもなければ、テレビ局が勝手に決めるものでもありません。東京は都民のものです。東京は都民の皆さんが決めるもの。東京都知事は特にそうです。今回の選挙こそ過去2回のように間違いを犯さないで、投票に行っていただきたいと思います。ありがとうございました。